ございます。5時ぐらい。6月10日の月曜日でございますと。今日はちょっとさっき、俺朝、今から漢方を飲むからちょっと待ってな、みんな。これな、これちょっと見しとくわ、みんなにな。これ。前こかられ。飲んでるの？漢方。見えるかな？俺の名おお。前なんか子供の薬みたいな名前書いてるけど、ちょっとこれ見えかる？わいい、か見わえいい。てる？これが写真で送られてきたやつなんですね。これ毎回飲むようになったんですか？4日ぐらい前から飲んでんねんけど、水鉄、ちょっと待てよ。4日ぐらいから飲んでんの？見える？みんなこれ。見えますよ。大丈夫。水鉄六味丸除去酸って書いてるんですよね。まあこれ漢方なんですけど、で、これあれ、俺ほら、1ヶ月ぐらい前からずっと鼻水で苦しんでたやんか。鼻水と、なんかこの喉のな、これまあ見てる人もそういう人多いと思うんだけど、喉の奥になんか痰みたいなのがいつも詰まってる、この辺に。それからこう、鼻水、熱は出ないけど、なんか謎の鼻水みたいな。で、あと、何かな、目の周りとか、顔とか、この首のところがカサカサになるみたいな。そういう症状の人多分ものすごい多いと思うんですよ。俺の周りにも多いから。で、まあこれ、例の注射の、例のあの厚労省のね、流行らせ、厚労省が打たした注射の、まあ、シェーディングっていうかな。まあ、もらっちゃったみたいな。打った人のこう、ちょっと毒をもらいましたみたいな。で、まあ、これ、皆さんこれ見てるとご存知やと思うけど、WCHJ のあの、ほれ、佐々木みのり先生、この間のデモ、ね、4月13、5月31日のデモ含めて、あの医師団として引っ張ってる佐々木みのり先生が、この間うち来た時に、あのこれがいいですよっていうことで勧めてもらって、ちょっとすごまあい。仕入れてんねんけど、今。で、まあ、困ってる人にみんな助けてあげようかなということいいっで。すね、いいっすね、いいっすね。で、まあ、これ俺の飲んでるやつは、売ってない人用な。売ってないけど、処分してもらった人用。で、まあ、間違って売ってしまった人よっていうのもあるんですよ。解毒、解毒。あるんだ。そうそう。それは、売ってしまった人用は、これ、水滴ご、これ6味丸やけど、5味丸の除去酸ってやつがあるんで、まあ、本当困ってる人はまた声かけてもらったら、分けてあげますよ、みたいな。ちょっと待って、俺今から、ちょっと今日の朝の、これまず飲んでから始めよどうぞ。う。で、まあ、超リアルタイム。え？超リアル風景を見せる。そうそう、こういうユースケな、スターの原稿、なんかまあ、6。漢方やねんけど、こういう、このスプーンで、このスプーン一杯を、こんな感じね、こんな感じね、まあ、1日2回、そんなんやんだ。苦そう。苦っ。病薬口に逃がしっていうぐらいなんで、まあこれ、1日こんにちは。朝と夜2回が、これ何回分かな？1ヶ月、4週間分、まあおよそ1ヶ月ね、飲んでもらえれば、まあ解毒できますよという代物でございますと。俺4日ぐらいでだいぶ良くなってきたからな、やっぱり。そうなんですね。解毒として、本当、なかなかいいものでありますと。ちょっと待って、もう一回水飲む。苦っ。両薬苦口。そう。まあ、今日はいきなり最初は、この注射の被害で、皆さん、この被害とかシェーディング救済しましょうと。いいじゃないですか。はい、でございましたと。はい、行きましょうか、今日も。はじゃあ、経済ニュースのところからいきますか。ちょっと今い。はい、日は、ちゃんの AI の世界ニュース。AI の世界ニュースいきましょうか。はい。とりあえずなんか、今AI が選んだ世界ニュースですな。日、読み上げをちょっとですね、入れたので、ちょっと動画まではちょっと時間なかった、今日30分前ぐらいにいろいろ調べ始めてやってたんですけど、ちょっとここで読み上げを立てますね。いきますね。こんにちは。今週の主な経済ニュースと国際情勢についてお伝えします。経済ニュース。アメリカ。FRB の利上げ停止議論。インフレが減速していることから、アメリカ連邦準備制度理事会 FRB
は6月の会合で利上げを停止する可能性を示唆しています。これにより、景気回復への期待が高まっています。株式市場の動向。はい、ここ S&P500 ちょっと止めま指しょう数はか。強い季節要。まずね、これ、NRB の利下げですわな。これ、6月って言われてたんですよね。まあ、確かに今年は、まあ今年の2024の始まり、年当初は、6回やるんちゃうやろうかとか、4回やるんちゃうやろうか言ってたけど、まだ1回も今年できてないわけですな。で、まあ、6月やるんじゃないやろうかっていうのは憶測は出てたんだけど、できないですよ。この間、雇用統計また出したんやけど、嘘 また嘘嘘というのは、雇用増えてると、安定してると、アメリカの経済は盤石やと、まだインフレ高いバブってるんやと、だから利下げはできんっていうことになると思いますわ。だから、これ利下げができないということは、海がますます溜まっていく。で、各国、いわゆる ECB も、どこもかしこも、ドイツ連銀が何から何まで、みんな、西側は、利下げが、ECB は利下げするっていうアナウンスは出てるけど、早く FRB が利下げしてくれんと、ますますドルが強くなっていくんでね。だから、もう早くしてくれよと思ってんねんけど、嘘の雇用統計出して、粘ってると。だから、これ、ますます海が溜まっていくから、次、これ、本当に利下、この秋、9月ぐらいに利下げまで引っ張ると思うんですよな。だから本当のクラッシュが起きるからな、これもそういうようですね。う もう一気に崩壊するから、次。そういうことです。それでは続きいまきす。ましょこんにちは。あ、やべ。じゃあ、利上げはいいんですね。じゃあ、ちょっと。できません。6月はできないと思いますよ。わかりました。9月ですよ。なるってことですね。次どうぞ。次いきます。これ途中で止めると、あれなんですよね。まだ最初からなっちゃうんで、ちょっと見ます。そういう、株式市場の動向。S&P500 指数は強い季節要因とインフレの緩和を背景に、6月に 4% の上昇が見込まれています。専門家はポジティブな市場見通しを示しています。ヨーロッパ。ECB の利下げ検討。ユーロ圏ではインフレが依然として高止まりしており、欧州中央銀行、ECB は利下げを検討しています。ストップ。利下げ。ECB は利下げのアナウンス出たんで、検討じゃなしに利下げしますって言ったわけですわ。この AI さん何考えてるのかな、この人。ニュースをちょっとまとめてくれてっていうふうに指示をしたんで。まあ、表向きで言うからこういうふうになるんだよな。そうですね。だから言ってること、アナウンスしてることの解釈を伝えてるのがこの俺の動画のいいとこなんで。利下げに。そうですね。まあ、止めてください。で、ECB は利下げに舵切りますと。ね。で、さっきのその S&P500 か、アメリカのスタンダードプアーズ SP500 かな。で、これね、500銘柄のうちの5銘柄が GAFAM って言って、何やったっけ、Google？ Google、Amazon、Facebook Facebook、メタ社、なんだ。か、メタ、なんせ GAFA、Facebook か、Apple か、それとあと M が、マイクロソフト、この5社で、この SP500 の、S&P500 の30%ぐらいなんですよ、何やったっけ、株の構成比率。だから、この5銘柄を抜くと、S&P495 っていうのがあるんですよ。SP495 っていうのかな。この時価総額が3割減るんですよ。だから俺、前から何回も言ってるように、この GAFAM っていうのをえじくっとったら、株式の時価総額が上がってくると。それからくりなんですよ、これ。もうなぁ、みたいな。次行きましょう。利下げにより経済成長の促進が期待されています。英国の経済。イギリスでは金利とエネルギー価格の上昇が家庭の購買力に影響を与えています。政府はインフレ対策としてエネルギー補助金の拡充を検討中です。アジア。中国の輸出減少。中国の5月の輸出は前年同月比で減少し、特に対アメリカ向け輸出が低下しています。貿易摩擦と世界的な需要減少が要因です。はい、ストッ日プ。本の経済。止めます。
結局こういうことなんです、俺がいつも言ってるのは。だから、アメリカは景気が良くないんですよ。景気、景気、雇用統計は、ええと嘘ばっかついて、はい。ね、粘ってるけど、はい。要は、中国で生産したものを消費するのがアメリカって国ですからな。で、要は中国の生産が落ちてる、落ちてるって言うでしょ、これ。中国が落ちてるから中国景気悪い、中国景気悪いって言う人おんねんけど、それも一側面見てるだけなんですよ。勝ってんのはアメリカ欧州ですから。なるほど、なるほど。アメリカの需要が落ちてるから中国の生産が落ちてると。はい。そういうことなんですよ。だからアメリカ、中国共倒れみたいな。友だ、俺みたいな。そういうなるほど、なるほど。話ですから。わかりました。つながってるからな、経済圏上がっは。てください。はい。はい。じゃあ、行きましょう。まあ、結構これ読み上げながらやると突っ込むの、まっちゃん的にはいいかもしれないですね。こうそうね。いうのはこの AI、お前、みたいな。そうこです。の AI、この野郎、みたい中国の輸出減少。中国の5月の輸出は前年同月比で減少し、特に対アメリカ向け輸出が低下しています。貿易摩擦と世界的な需要減少が要因です。日本の経済成長。日本では5月の家計消費が増加し、経済回復の兆しがありますが、インフレ率は依然として低く、持続的成長には課題が残っています。紛争及び政治ニュース。ウクライナ。戦争と国際支援。ロシアとウクライナの戦争は続いており、ウクライナ軍は反撃を強化しています。はい。国際社会はウクライナへの。反撃強化もしてないし、もう負けて終わってるし、みたいな。どこで拾ってきたんや、そのネタ、みたいちょっと DVD 行くんです。な。もう終わってるぞ、みたいな。チャット GPT が世界のニュースを検索してニュースデータを もうあの、見むようとか、しあているの、みたい敗戦、昭和20年8月15日の敗戦前の、敗戦中か終戦前の、な。日本の一億総玉砕の状態になってるからな、ウクライナも。だから、女の人借り出す、じいちゃん借り出す、銃持ったことないやつ引っ張り出してきて、戦えと。槍持って戦えってやってすぐやられてると。もうそんな、もう負けやろ、これ。まあ、で、まあ今日はええか、こいつはもう。置いとこありがう。で、あとまあ、もうはい、これいいでしょう。はい。止めましょう、もう。はい、元に戻しましょうよ。ああ、もとうございます。まあ、チャットう、もう、GPT とか AI 君は国戦民の争見どところ国満載際やな、支こいつ。援。まあ、ロシアとウクライナの戦争は続いもうていいおよ、いいり、よ。ウクライナ軍は反撃を止強まら化ないしていで、ます。次行きます。次。国際社会はウクライナへの人道支援を評強価化しないってし、ことですね。復興に向けた支え？援を提供して評い価まはす。しないっていうので、次で、中東、イスラエルとパレスチナ、おお。ガザ地区での緊張が再燃し、武力衝突が激化しています。国連は即時停戦を呼びかけていますが、対立は続いていまこす。れいつまでやんの今日これ。いイランの核問や、題。もう終わりますよ。イランの核あともう合ちょっ意とで復活に向けた協議が難航しており、す。アフリ国際カ的だ、なアフリ緊張カ。が高まっています。求めてこれ全部。は制裁いはい強はい、化決がめた。検討はされい。ています。はい、止めました。はい、終わります。はい。という、はい、終わりました。もうこれ見てる人何言ってんのこれみたいまあ、一つの指標としてね。な。まあ、これ消してよ早く。あ、ちょっと待ってくださいね。あれ？あ、これ何なんや、これ一体。まあ、チャット BT 君が頑張って、なんていうんですかね、やったということ で、まあ、ごめんください。まあ、NHK の言ってることやな。まあ、そういう、まあ、大体テレビとか、そそうのですネッね。トニュースみたいなやつ。ネットニュースを駆け集めたってことなんで、ちょっと本質というか、レシピをね、ちょっともうちょっと頑張ります。僕もAI 君を、もうちょっとね、はい、ちょっとか、もっと解釈付け加えるとかよ。そうですね。解釈というか、もうちょっと、解釈できるたようだ言っに。てることそのまそうですよね。はい。わかりました。ありがとうテございます。レビと一緒やろ、これ。はい。もうちょっと解釈つけるように頑張って、ちょっと僕、試行錯誤でもう一回作ってみます。はい。ちょっとまあ、イスラエルに関しては確かに、まあ、その激化してるっていうのは、昨日も、まあ、大量に死亡者出てたけど、前から何回も、もうこれも何十回も言ってる通り、こうやって浮き上がらせてるからな。うん。だから、国際世論であったりとか、一般民衆であったりとか、そういう人たちが怒り出して、これが消えていくと。だから、要はどういう形で終わるんかっていうのはな、何回も言ってるように、
イスラエルが孤立してしまうっていう構図になるんですよ。もう世そう界に。ですね、そうですね、取り残されるんですよ。まだやってんのか、お前とか、そんなとこと。ね、悪の巣窟やろと。そうですね、な、イスラエルぶっ潰せって。イスラエルぶっ潰せっていうより、シオニストぶっ潰せと。ね、その悪人っていうか、悪玉がどこに固まってるんかっていうのをこう浮き上がらしてる構図、軍事作戦ですからな、これ。いかん同じ話言ってるけども、疲れたけど。で、まあ、その孤立してるっていう形が、まあ、世界から見ると、イスラエルと日本。今、日本そうなってんのよ。なんで日本にあんだけか悪人が固まってんねんと。本当ですよアメリカかね。ら抜け出して、イギリスから抜け出して、で、イスラエルから逃げ出して、ウクライナから逃げて、イスラエルから逃げて、次日本来たと。で、最後日本で吹っ飛ばすと。これ何十回も言ってる話じゃないですか。はい。もう今日はええやろ、世界のニュース。もう同じやから、いつも。まあまあ、そうですね。そんな感じで、またちょっと次回じゃ何とか頑張ります。はい。で、まあ、ちょっとブリックスの方が面白いわな。動きがスピードが速いんで。で、まあ、その正式に拡大ブリックスっていうか、拡大ブリックスに参加表明した、正式参加表明した新たな国が出てきたと。で、それが、先週か、正式表明したのが、タイ王国、太陽国なんだ。タイと、あとトルコ。それじゃあ、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに続き、その2いやいと。やいや、まだそこに、その前にエジプトとかなんだらかんだいっぱいあるんやけど、まあ、今回はタイ王国とトルコと。だからこれで20、何カ国ぐらいになってるのかな？ 17、18カ国ぐらいまで行ったんちゃうかな？ちょっとわからんけど。で、まあ、この正式表明が10月のブリックス会議で、なんていうかな？正式に、決議されるという形になるんで、だん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 ます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 こう広がっていく。っていう形になってますと。で、あと、まあ、通貨的なもの、以前から言ってるブリックスの共通通貨みたいなやつはな、基盤ですわな。で、これも表に出てきましたよ。俺が言ってるように、仮想通貨を、実証実験として使ってましたと。表に出てきましたからな。で、これは、俺ビットコインかなと思ってたんやけど、コメントで、アナウンスで出たのは、あれ、イーサリアム。あれを仮想、リーサリアムの基盤を実験してましたと。実証実験してましたと。いうのもちゃんと表に出てきましたね、今回。ですからもう目に見えてきましたよ。あとはだから、このユニ、こ、今回の共通基盤のユニットっていうやつですわな。これの名称が M ブリッジっていうんですけど、これがもう今実証実験始まりましたよ。プラットフォーム出来上がってるんで、まあ調べてもらったら出てくるよ。結完全構なあれ非なん常ですね。仮想通貨をうまく活用してるんですねって思いますよね。実験してたんですよ、イーサリアムでね。だから、前も言ったけど、これが出来上がれば仮想通貨用なし？逆に言ってしまうのはそういうこと か。なるわけよ、これ。なるほどね。仮想通貨上がもう実験として投入して、あそこまで拡大させてるから。で、ただね、まあ、その仮想通貨を吹っ飛ばすっていうこととか、溶かすっていう、まあまあ、当初は実証実験で使ってたんやけど、結局これもね、乗っ取られてしまってるんですよ、今。そうなんですコインか。なんか、そう。何なんかっていうと、マネロンに使われてしもてるんですよ、これ。マネーロンダリングね。マフィア、業者とか、マフィアとか、あとあれですよ、民主党、アメリカの国務省。煽ったやろ、あいつ。悪い女、ね、だっけ。クリントン。リンクスクリーンの、あんなやつらよ、あんなやつら。要は、とか、要は、麻薬カルテルみたいな。ああいうののマネロンに使われてしまってるんですよ、これ。だからこいつ吹っ飛ばさなあかんなっていうことはプーチンはずっと言ってるんですよ。まあ、トランプも同じこと言ってますよ。だから最後はやられるよ、これ。これごと吹っ飛ばすと。ね。で、まあ、そんな感じで、今年の10月のブリックス会議が大きな、なんていうかな、新たなブリックス中央銀行をどういうふうに、基盤として作っていきましょうかとか。で、あとね、これも出てたよ、アナウンス。俺が言ってたように、2026年、俺あと2年かなって言ってたでしょ？金融リセット。ただね、2020年になりますよ、みたいなこと言っとったからな。このブリックスの新しい共通基盤出来上がるのが。ちょっと遅まあ、れてるん微だね、妙彼なとこやね。ねんけど、どっちにしてもあと2年ぐらいっていう目処になってるはずなんですよ。ここが大きな焦点ですよ、今回あは。れだね、本当にさっきの、仮想通貨の話なんて、700億円ぐらいがね、マネロンで被害してるんですね、犯罪そかんな規模じゃないよ。
日本円でいくと、そうやな、仮想通貨全般でいくと、そうやな、日本の国家予算ぐらいのレベルあるんちゃうか？ああ、じゃあこれ日本だけ200なの兆円か。とか。なんか、今日本のその日本経済新聞だとしたら、なんかそのマネーロンダリングで使ったのが700億円で、約4000の法人口座が悪用されたことが判明したそと。れはその辺のレベルの話じゃないですか。俺が言ってるのはアメリカああ、国務そっか省そのっか話そですっか。からね。国務省のね、この話ね。なるほど、なるほど。国ぐるみでやってるわけやからな、これ。人身売買。なるほどね。はい。国ぐるみというより政府ぐるみ。なるほどね。はい。自民党の中でもやってるやつおると思うぞ。社会の仕組みでね。とかな。まあ、表に出てくるやろ、そのうち。そうね。楽しみですね。はい。まあ、こういうふうに AI も語ってほしいよな。そうですね。最新のやつをな。ブリックスの動き見てれば一番よくわかりますよ。あとサウジの動き。で、この間前回の動画で俺言ったほら、サウジがね、もう完全に脱ドルに舵切るぞっていうから、弓引くぞっていう形もなってしまったんですよ、また本当に。本当に怒ったと。もうサウジはもうブリックス行きますみたいな。本当にね、本当にそうなったと。だからもうドルは、まあドルというか、なあ、トランプさんの見解からすると、その9ドルっていう言い方してるけど、要はアメリカ合衆国、要はが古いアメリカですわな。あの人の言い方すると、乗っ取られたアメリカ、要は外国税ですよ。外国税に乗っ取られたアメリカっていうことですからね。傀儡に。そのシオニスト、偽ユダヤみたいな。それとアングロサクソンが手を組んだイギリス的な、アングロサクソン的な、海賊的なもんと、そのちょっと知恵のある、悪い知恵のある偽ユダヤが、シオニストが手を組んだ、傀儡政権に乗っ取られたっていうのが、トランプさんの見解ですからな、古いアメリカ。で、それを新しいアメリカにこう変えるんだという、今、戦いやってるわけでしょ。で、そこに手を貸してるというより軍事作戦ですから、そこの一つのチームになってんのプーチンですからな、これ。で、おキちム・ジョンもそこのチームに入ってるわけですからな。え、キムチョウもそうなの？そうですよ。同じ役者ですからな。キムちゃんもそうなの？キムちゃんも。そう。どうなの？で、習近平もそうですからな。れ、なんかそれ、まあいいや、なんか、やっぱり社会の敵に支えちゃってますね。世界の敵にね。こういうふうな見方をせんと何にも分からんのそしよ。たら、世界の敵にされてますね。めっちゃ、でも、実は世界の敵じゃなかったというオチですね。メディアのでしょ？だから今、あれでしょうかな。だからプーチン悪だ、トランプ悪だってやってるでしょ？メディアは。これ同じことでしょうかな、だから。分かった、これで。よくわかりました。メディアの逆って言うたらよう分かりやすい。メディアの逆にしたらメ分かディアんない。の逆の方が正しいんでしょうね。そう。だから要これからは、ね、メディアの逆の方が正しい意見たなら。まにみんなな、まあ見ることないと思うけど、これ見てるような人は、テレビ。たまに NHK 見たら、まあ逆を考えたら一番正しいと思ったら分かりやすいですよ。やっぱりね、メディアのことを信用しない方がいいって、やっぱり。そんなやつおらんやろ、もう今。それは抹茶の世界が。もうええよ、もう今日は、それ。もうそういう言い訳はいるわ。これ見てる人はそうですか、みんな。そうですね。OK でもうす。2年見続けてる人はもうね。OK。いないですね。OK です。こ OK。れ2年見続けてる人は私は世の中のこと何でも知ってますみたいになってるから、そうでますすまね。す世の中と合わん。だからもう、そう話がね。全然合わせそへん。れは全くその通りだね。OK。そうでしょ？いいと。話し相手になる人いません要もん。は、同じ目線がいないって誰もいないから、結局、相性が合わなくなっちゃうってことでしょ。何言ってんねやろ、この人と思われるか。だからもうあえて言わないみたいな。何も言わない方が正義だからね。まあ言わないというのも言っても、まあ注射の件もそうやったけどな。言っ言ってももま理だ解できないから、それが今回のさ、テーマになるから二変極な化やでつしやとょ。か陰謀論者やとか言われるから。それが今回の二極化の話にもなるじゃないですか、テーマのまこた。のテーマ2曲目やったな。そう。じゃ今回のテーマもう一回ね、再度前のやつやったところの振り返りですけど、最近すごいね、やっぱみんなお金の話好きじゃないですか、マネーの話が。で、富裕層って単語がめっちゃ皆さん食いつくんですよ、やっぱり。だからその富裕層絡みの二極化って話をしていきますけど、でもやっぱり僕もすごい意識してるのは、やっぱり皆さん、ね、富裕層の人に近づこうとして皆さんやるんですけど、まあ、雑雑。すごく感覚あるな。本当に友達とかそっち扱いしないといけないのに、それすらできないっていうのも、できる人もいるし、できない人もいるから、本当に見てる目線によっての、要はやり方がまるで違うなって感じるんですよ。なんか愛ちゃん一人で愚痴言ってるけど、今日のテーマもう一回何？二極化。
二極とか、化。ぐちぐますち。ます進む世界の二極化みたいな。まあ、そうそう、なるほど。本当にだから、いや、本当に愚痴じゃないですけど、だから何を言いたいの？ほんで。いや、だから要は、結局、なんだろうな、全体を見てないから、全体を見てないから逆に、要は、誤った選択肢を知ってます人が多いなと思って。要は、歴史も知らないから、それで何？いや、すげえ突っ込まれてるから、それ。はい。それで何か。それでですね、それをしないとですね、最終的につまらない人生になるよっていう結論でございます。いや、だから今日みんな見て、こうし、み、皆さんのためにお話しする動画やからな、勉強になるために。そうですね、そうですちゃんとね。質問してよ。はい。はい。質問としてはですね、二極化を遅れてる人にとってはですね、結局どうなるんですか？ 何？だから二極化がね、二極化で、要は、いい方と悪い方があると思うんですけど、いいも悪いもないですよ。ないんですか？宇宙にはいいも悪いもないから。そうなんですか？いや、は僕いの中だと、なんか、二極化でも、イエスかノーっていう世界なのかなとは思ったんですけど、そうでもないんですか？はい。まあ、簡単に言うと、どういう、こう、かん、形に今なってるっていうのを話すると、少しその魂の世界というか、精神世界というかな、そこに足踏み入れてる人と、そういうことね。今までの、その、実存主義っていうかな、何て言うかな、何て言うか物質主義っていうか、今までのそのでっかいもん、でっかいものはいいことだとか、力のあるものは強いものだとかな、金があれば偉いとかな、そこにまだいる人とこう分かれてる。その分かれてるけど、その精神世界っていうか、その魂の世界、心の世界に行った人たちはまだ2割ぐらいですねと。まあ、その世界で行くと、日本の場合はもっと少ないやろうけど、そういう感じになっていってるんじゃ、徐々に徐々にまた広がっていってなってまるんだ、これ。だすね。から実際問題、そのさっきの漢方の話じゃないけど、シェディングの。まあ、一回も打ってない人っていうのは、まあ、日本でも2割ぐらいおるわけですよ、大体。で、まあ、これは俺昔から言ってる、その内法則なんやけど、262って言ってな。まあ、正確に言うと15対70対15みたいな感じやねんけど、まあ、262で大雑把にくぐると、まあ、2割の人は大体気づいてる人なんやと。で、先行く人ですわな。で、60%っていうのはマス層ですよ。この真ん中のな、愛ちゃんがよくますます言う人で。で、この人たちはまあ、何も考えてない、違う、わけ分かってなかったけど、徐々に徐々にその人たちが分かっていくと、その30%なり40%になっていって、まあ、社会がひっくり返るというか、常識がひっくり返るというかな、徐々に徐々になっていくんですよ。一気にじゃなくてな。で、262の1、まあ、最後の20%。これがどんだけあったって変わらんみたいそうですね。な。まあ、だから見えてる人と見えてない人の差は激しいでしょうね。そういうのが、これ宇宙法則ですから。で、まあそういう魂の世界っていうか、なんていうかな、縁の縁ですよ、縁。縁を大事にする世界っていうかな、そうそういう世ね。界にいる人と、そうじゃない人がわーって分かれていくっていだからう状況ですよね。結局、分かる人と分からない人の決定的な違いって、意識してるか意識してないかの違いなんですよね、やっぱりね。とは思うんですけど、まっちゃん的にどう思います？僕は、すごく見てる人に分かりやすく説明すると、物事の本質をちゃんと奥底まできちんとさっきのニュースじゃないんですけど、裏まで探って見てる人と、全然客観的に表面上だけで見てしまう人、その二つが、まあ、簡単に言うと二極化なんだろうなっていうふうに思うんですけど、その辺どう思いますか？だから、今世界で起こってることっていうのは、これまあ2年見て、見続けてる人はもうざっくり分かってるやろうけど、そうですよね。大きくまとめるとどういうことなってんのかっていうことだけちょっと伝えてあげるなきゃ、復習な。復習すると、要は今までの、その力あるもの、で、権威あるもの、で、価値だったと思われるもの、常識だったと思われるもの、これがぶっ壊れていってるんですよ。そうですね。でね、復習するよ。復一習。個ずつ読みていってな。まず、そのイスラエルの話になってるんですわ、今これ。聖書の最終決戦ですからな。で、イスラエルっていうのは何なんかって言ったら、あれ、エルサレム？イスラエルというよりはエルサレムの話、エルサレムのな。エルサレムの話でしょ？ということは、ユダヤ教、キリスト教、まあ、ユダヤ教みたいな話なんですよ、結局はこれ。そうでしょ？西暦の話ですからね。で、まあ、紀元前、ユダヤ、ちょっと踏み込むと、紀元前のユダヤ教って。
ような話になってきてるんですね。これがまず大きいもんですわ。でかな、地球上の軸となる一番大きいものの話ですわな、これ。ユダヤル教の話ですからな。で、旧約聖書の話ですよ、分かりやすいと。ええか？で、さらにバチカン？確か。バチカン的なもんですわな。ええかな？これ、ローマ帝国の話ですからな。ローマ帝国。ローマ帝国の、ローマ帝国を続けてたのがアッパやからな。バチカンやからな。ええかな？で、そこにさらにイギリス？ええかな？もっと分かり、皆さんに分かりやすいと、その権威的なものが崩れていくっていうのの話で言ってんね、復讐な。エルサレム、旧約聖書の話です。で、ユダヤ、バチカン、これローマ帝国の話です。な。で、イギリス王室、王家ですよ。イギリス皇室ですよ。ええかな。これはそのアングロサクソン海賊の話ですわ。ええかな。で、そこへさらに、ウクライナ、これはオスマン帝国の話ですわな。カナの話なんですよ。ええかな。で、あとは、アメリカ、近代のこの象徴ですよ。大帝国ですわな。ええか。で、そこにまたドル。これも世界一だと思ってたもんですよ。そういうことでしょ？崩れようがないと思ってたもんでしょ？誰もが。あと、米軍。これも誰もが世界一だと思ってた。世界最強やと思ってたわけでしょ？こういう権威的なものとかでっかいものが全部ダメになっていくんですよ。これが今の起きてることなんですよ。これよう分かりやすいやろ。わかりで、やすそれいです日本にね。移していった何なんかって言ったら、統一教会とか、あと創価学会とか、で、あと自民党とか、ことごとくやろ、これ。そうですね。そういう今までの権威というか力あるというか、絶対的な力あるものっていうのは崩れていってるんですよ、これ。ここにおるんですよ、今、我々、ここ。だから、この先っていうのは、要は、こうなるとどうなるのって言ったら、そう、すがってたもんってあるでしょ？これが絶対なんやと。この神が絶対ですと。ね、このマネーは絶対ですと。ここの軍は我々は強いんですとかな、ね。いろんなもんあるじゃないですか、常識的な。これがなくなっていくんやから、すがるもんがなくなっていくんですよ。だから、民衆が自分らで作っていかなあかんっていう時代になってるんですよ。だから、ひいては、それは何なんですかって言ったら、魂というか、心というかな、そういうものの、その響き合いっていうか、共鳴するというか、そういう波動を持った人たちが固まっていくと。それで政治を転覆させたり、世の中を作っていくって、今そうなってるやろ、もろ動き出したやろ、世界中で。だから、この最初の20%の人たちが引っ張っていくっていう形になってきたんですよ。だから、6割のマスの人、60%の人、いや、ちょっと急がんとまずいぞ、これ、みたいな。だから、どうやればその上位の方に行けるんですかね。それは意識の問題ですか。だから、これ見とけって言ってるやろ。これ見とけば OK。OK。じゃあ、なので皆さんぜひこれシェアしてくださいね。この番組が、こもうダれメをだ。全部今までの古いやつから全部見てくださいと。見てくれみんれな分かば、る。もう一発でわかるので、とりあえずこれを騙されたと思って二度と、まずは。見てか、最初は違和感しかないと思うけど、最初は本気で違和感しかないと思もういそんなこと言ってる場合ちゃうぞ、ます。もう。まだ2年ぐらい前やったらな。いまあや、もうあんね。まりね、しっかり皆さん学んでもらわんとって言ってたけど、もうここまで来たら、もうそんなところじゃないぞ。もう大慌てにならんと、これ。そうですね。全然線が変わってきますからね。俺がこれ見てるとよく分かってると多いんで、今の復習、そうよねと思ってると思うんですよ。そういうことなんですよ。ねえ、本そう当いそううです今までのね。権威的なものがことごとく壊れていくんですよ。もっと分かりやすいと、オリンピックみたいなやつとか、オリンピック、なるほどね。あと万博みたいなやつとか、万博、なるほどああいう巨大なもんですよ。ね。巨大なもんでござ利権ですよ、利権。利い権でやってたものことごとくダメに。ます。利権。まあまあ、利権とかね、めんどくさいですから、しがらみとか多いからね、本当にね。そう。だから、何回もこの動画では言ってるように、マネーとか、忖度とかな、利権とかで集まってる組織、集団はもう解けてなくなっていくんですよ、これ。そうですね。溶けま心すのよ絆ね。というかな、絆ですわ。波動を共鳴し合う人たちが集まって何かせんと、もこの先は進まんっていう感じになるから。
そういう、その、これ、まあ、宇宙がそういう流れで動いてるんで、今も。まあね、宇宙法則がそういうね、そ要ういうこはとです。仕組みになってるから、もう、新しい地球になるということなんでね、これ。もう確定されてることじゃないですか、ある意味ね。でも確定されてんのに、そのまますがりついてる人は今、ようけおるってことですよ。いや、それは意識して、もうすがりついていたいんでしょうね。もう自分を変えたくない人が多だすからぎ俺がいるんつもで。ね、その変化を好まん人は難しいんですよ、これ。まあ、難しいし、もう諦めるしかないでしょうね。だって、どんなに頑張ったって本人次第じゃないですか、魅力そういだっうことでたしりとょ？か。本人が変わろうと思えば変われるし、変わろうと思わなければ一生変わんないんで、そこは広いけど置いていくしかないんですよ。だから、今言ったようなことになっていくとどうなんのって言ったら、要は教育であったり、社会的であったり、そういうものの、その仕様も変わるんです。そうね、確かにね。偏差値みたいなんで測っとったでしょ？まあ、測ってこまれしたももうね。なくなるんですよ、こんなん。意味ああ、ないっなてく気なづりくんでますすよ、これ。ね。多分ね、そうよなん、ね、偏差値上げる理由があったんでしょ、今まで。ね。それは、A 大学入って、A 会社に入とか、A 役者に行くっていうのがやったわけでしょ？昔はそうですね。そうでしょ？それでも、そこはしご外されてもうてんねんから、そうですね。もうないのに、偏差値上げる理由もないわけですよ。確かに。いや、確かに。そうだ、そうだ、とそいううことはどうなんのって言ったら、学校、塾もダメになっていくんですよ。その今までの偏差値教育やってたようなところはダメになっていく。だからもっと心の教育に、要は世界であったり、日本であったり、ちゃんとした正しい歴史を教えて学んで、で、自分で考える力を持った子供たち、自分で立ち上がれる人たちを作るような教育、要は真実の教育ですよ。そうですね。そういうところは、まあ、出てくるわ。確かに。確かに。だからそんなんもう商売じゃなくなるよ。それがビジあ、ネそうですね。商売じゃなくなりますね。スなんです。融資が集まるから。融資がそうですね。いろんなそのものの考え、きちっとしたものの考え方を持った魂を持ったプロフェッショナルが、その無料であっても教えると。要は、未来のために子供を教育するんやと。いうような人たちが集まって教育するから、教育その質れはが上がりね、ますよね。え？教育の質が上がるんじゃないですか。時間はかかるけど、確実にその日本という国が世界でもう一回トップになれるというような教育すれば、60年、70年、80年、100年かかるやろうけど、まだそういう復活しますよ。いや、それをでもやるタイミングが今ということなんですよ。だから結局のところ、やっぱり皆さん前も言ってたように、押しつぶされちゃって、教育が押しつぶされてるというか、海外のアメリカから要は支配されてなってしまってるから、まあ、そこは本当に今から変えればね、もだから、う大修変化身っすているかう、もしれない。前もね、何本か前の動画で言ったけど、道徳じゃなくて修身教育っていう形で身を収めると。要は武士道の教育ですよ。これに変わっていくはずなんで、それで先陣切っていく人たちがどんどん出てくる。だから、俺から見ると、今の作られてるメディアとかものって、もう全部 AI に差し替わると思うんですよ。で、そうなるよ。本質のところが、やっと人間が、出てきてやっていくみたいな、そういうふうにもうゲームチェンジが始まると思うんですよ。いや、だから言ったよ。何回も言ってるでしょ。さっき、愛ちゃんがAI にやらしとったけど、NHK あれと一緒やろ、やってること。やってたら、それがもうね、全部 AI ができるから、それが人すご間く面やろ、あ白いんなの。もん。だからあれですよ、あれですよ。結局、あれ結局、情報の寄せ集めなんですよ、AI って単純な。NHK も一緒やないですか、それと。だから、情報をかき集めて、自分たちがいいようにアレンジしてるだけの話なんですよ。ね、人間がやる仕事っていうのは、俺がやるようなやつ。やっぱりでも、だからそれこそ、誰にも真似できない、オンリーワンのやり方っていうのが、もう必須になってくると思うんですよそね。らそうですよ。みんな違ってそれでいいっていう世界になだりからます。オンリーワンの世界になったら、オンリーワンというものをきちっと持ってる人は、もうこの世の中生きていけるんだけど、オンリーワンがないやつは生きていけないですよ。じゃあ、オンリーワンの哲学って何って思うけど、まあそこもまた難しいところであって、なんだけど、まっちゃん的にオンリーワンって何すか？うちに問わないと分からんよ、そんなもんは。だから、世の中が人が言うオンリーワンとかな。まあね。いろんなこと言う人おるでしょ？いるね。それ嘘はつけ外からな。見た基準のオンリーワンって言ってるんですよ。まあ、空論のね。誰かが決めるオンリーワン？それ違う。自分が決要はめない評価されるオンリーワン？ね。それ違うよね。そもそもオンリーワンなんや、みんな。
そもそもオンリーワンなんだから、評価されるものではなくて、単純にた なだ、んで周りの評価気にすんの？みたいな。まあ、それは、俺もわかんないんですけど、なんで日本人もそうなんですけど、周りの評価を知気にらすんわ、そんる。なもん。わかんないですよね。俺、その感覚あだれでもないわ。そもそもがオンリーワンやねんから。別に自分一人の話なんだから、自分の価値観を貫けばいいじゃないですか。って思うだんかでら、すそれのためには、内なる自分を見ないと。まあ、確かにね。自分、内なる自分の声を聞く、魂を聞く。それってで、毎それ日。にとって魂、それに、それと、に、それを、うん、それを聞いて、魂が震えるような方向へ動いていくと。それこそ、まっちゃんがよく言う自然と触れ合えっていうのが一番早いじゃないですで、か。魂が震える方へ動いて行動していくと、またそこに震えることをやってる人たちがいて、で、波動が共鳴し合って、なんか一致団結してすごいもんになっていくと。で、勝手になんか進むみたいなね。で、政府倒せってなってくると。この前のやつもすごく立つかね、でも自民党ぶっね。潰せってなってくると。でももう良かったっすよ。みんななんか一致団結で、若者から年寄りまで、そうでしね、ょ？いろんなところの人たちが集まってるじゃないですか。でもみんな共通してやるのは、そういうワクチンっていうね、とこだろ。けじゃないですよ。それだけじゃなくて、魂が共鳴してるんですよ。ああ、魂がね。要は注射の件だけとか、厚労省の件とか、財務省の件とか、岸田の件とか、それはあんねんけど、そうじゃなくて、本当にこれでいいんやろうかって真剣に考えてる人ですよ、だから。そうっすよね。そういう意味でね。本だ当からにそうないうる人なは、ら。だから何回も言って、そういう人はつい時代引っ張っていくから、必ず。で、その6割とかついてくる。で、役人はクビになっていくけど、官僚も。どうしようもないようになっね、ていそれくけは、だっど、て、もう、用なしになってますからね、もうね。なっていくけど、まあ、しゃあないなと諦めて、まあ、次行くかと。だから一番最後気づくのが政治と官僚ですわ、これ。まだ政治の感じはぬくぬくで育ってる、なんか箱入り息子みたいなもんですからね。政治官僚役人、これが一番最後ですよ。日本の中でいくと。そもそも人間の先だって言って危機感がないやつが多すぎるってのもあるのよ。結局、僕がすごく経験してるのは、会社員の時とかってめっちゃ危機感なかったわけですよ。要はこのままでいいやと、現状維持に溺れた自分がいたんですけど、やっぱりそうするとなかなかうまくいかないですよね、とは思いますよ。やっぱり。現状維持っていうのは良くないなと思いますよ、本当に。だから、なんで経営者もそうだけど、うまくいくかっていうのって、やっぱり危機感があって物事動いてるから、要は、すごく世の中のこと全体見えるんですよね。今日は二極化のますます世界の二極化、人々も二極化みたいな。まあ、どんどん開いていくよ、まだ。二極化の結果どうなるかっていうと、その富裕層とそうじゃないとの格差も広富がっ裕ていくんだ。層とかそんな話じゃないですよ。まあ、それもイコールなんやけど、で、イコールじゃないですか、そうですよね。魂を持った人ですよ。まあまあ、そうね。だから自由に打てる人なんて、もう何やってるんですかって聞くとさ、遊んでますって人間からね。本気でお金持ってる人はみんな遊んでます、それだけですよ。いや、そんなことないと思うぞ。いや、でもそうなの、もう結局、毎日が要はやってても遊びじゃないですか。そう、遊びですやっよ。てることじゃないですか。まっちゃんも言葉で、やってることはすごい真面目なことやってんだけど、遊んでるって言ってますよね、やっぱり。この。そうそう、そう捉えたらええわけでしょ。ですよね。だから、結局やってることって、意外と地味なことも多いんだけど、ただやってる。どうせやんねやろ？どうせやんねやったら、遊びは思っとったぐらいの方がええよ、ちょうでど。すよね。だから結局人生って遊びじゃないですか、すいべてや、壮が。大な暇つぶし。だから、前話してたやつですごい未だに印象残ってるのは、結局仕事しなくなると暇だから何もやんなくなるから結局仕事に戻るよねって言ってたじゃないですか。結局仕事なくなったとしても結局暇だからやることないから仕事してるんだよねって。そだからそれでも、その心理って正しくてと思ってて。う。そんなもんあんたな、もう一週間や、俺も一週間や、何もせんかった。暇しかないぞ、これ、ほんま。確かに。それが仕事なのか仕事じゃないかは置いといてても、もう結局なんかさ、活動はしてるんですよ。何でもいいんすよ。だから、何でもいいんでね、自分の魂がこう、震えるがまま、で、それを、その、なんていうかな、波動、自分のその、しっかり内なる内的事故っていうかな、内を見つめてな、その、しっかりとした魂持っとったら、そう、波動が出るからな。で、その波動が、その共鳴し合う人たちと、またなんかして、助け合ってなんかしていくと。勝手になんかなっていくんですよ。で、それ、
その何にもない、その今、これ、戦時中やからな、今。これ、非常事態の戦時中やからな、みんな、戦時中って言っても、なんかようわからん人おんねんけど、これね、昔も一緒なんですよ、本当、冗談抜きで。日本のその大東亜戦争、戦前ですわな、終戦前やな、もうその内地におった人の農民とか、あれ、ほら、満州やとか、パプアニューギニアとか、あっちゃこっちゃ行って、日本陸軍が戦争やっとったでしょ？内地の農民は何が起こってるのか全然わからなかったからな、ほんまに。そうですね。嘘ばっかり、新聞。買ってる、買ってる、買ってる、買ってるとか。今のメディアと全く一緒だから。そうですね。大本営発表っていうから。で、もっと昔のこと、戦国時代。あの時代なんて農民は全然戦争起こってること知らんかったから。まあ、そうでしょうね。ほんまに、蚊帳の外みたいな感じ。戦ってる人らは必死やけど。だから、今も全くこれ同じなんですよ。そうね。わけ分かってへん人は何が起こってるかも分かってへんみたいな。これもだから、分似てる。かってる人と分かってない人の差が大きいからね。本当に。今、戦時中なんですな。でね、こういう戦時中の非常事態っていうか、大転換っていうかな、時代がこうものすごい大きく入れ替わるときっていうのは、その魂が共鳴し合う人とのつながりをこう持てるっていうの、縁ですわ、縁。縁を積ごむ縁だ大よチャンスね。なんですよ。もうなんでかって言うたろか、言うたろか、会う人が近所におらんのですよ、まともな人は今。話が会う人がおらん。まっちゃんは特にそうよ。まっちゃんは特にそうよ。だっいて。や、なんでやろ、でも言ってるような人らみんなそうよ。近所に話が分かってくれる人がいませんから、みたいな。だけど、もうみんな頭固いんだからしょうがないじゃない。みんどなね、うしたもんかな、これどうは。したもんからなくて、見てる世界線の道が違うんだもん。しょうがないよ。でも、こういう YouTube とか通信、SNS、いいんですよ。距離関係なく、あ、こんなおもろいやつ見つけたみたい一な。方的に見れるからね。あ、面白いやつ見つけた、こいつと。そのうちこいつのとこちょっと遊びに行ってみるか、みたいな。だってさ、やるっていう人がさ、例えばですよ、仮にやるという人が500人いるとしたら、実際動いてるのってそのうちの100人ぐらいしかいないですからね。あんまあでも、なレベルじゃないですか。いや、でも逆に 10人しかおれへんけど、10人みんな動くのもいいじゃないですか。そういう数の話じゃないよね。だから結局のところ、少数精鋭が一番いいんですよ。質の話ですか。質の話だから、結局、少数精鋭の少ない人数でワイワイやってた方が絶対勝てるんですよ。って思いますけどね。だって、あれですよ。海外もそうですけど、本当に、なんだよ、すごい、なんだろうな、ビジネス成功してるところって、正社員がたったの3人とか2人ですからね。まあなあ、あんまりそのコミュニティっていうか、そういうものが大きくなっていくと、まあ、アンチも、紛れ込んでくるしな。だから結局なんか、変なやつ要ね。は、母数は大事なんですけど、それ以上に、中の運営というのは、質。本当に超少ない人数が一番いいよね。まあ、魂の共鳴っていうのがテーマですからな、ここから先の時代は。波動っていう感じになってくるから。でね、言ってたように、ちょっと先行ってる人も、もの分かって、今、どうなってんのとかな、これからどうなるのっていうか、ある程度分かって理解してる人、その頭ちゃうで、俺がやってんの。頭の中で理解してるんや、分にはまだ分かってないんですよ。もう、腑に落ちたっていうかな、なんていうかな、腹に落ちた。もう、それは普通よねと。頭でもそんなことも考えない。それも行動に出てるじゃん、普通に。そうそう、行動に出てくるんですよ、そうなるとな。でも、そうなってる人ってどうなってんのって、これ見てると思ってると思うけど、波動がめっちゃ軽いんですよ。あ、そう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 ってみんな思ってると思うけちょっど。とまあ、ちょっとさ、今のところはさ、波動が軽いって言われても、じゃあ、波動が重たいのって何なの？はじめまして、山田でございますって名刺出すみたいなるほどね。な。はじめまして、私、じ山田ゃあ、と、まっちゃん山田。が波動が軽い人の対応はどういう感じなの？なんか笑ってフラフラーっと来て、スマホを持って、お互いスマホで LINE 交換しようぜ、みたいな。初めてで。そういうやつ。だから、俺やったら、俺松谷って言うやろ？初めて会った人おるやろ？どうもどうも松谷でございますって、名刺、俺名刺なんか持ってないかな？捨てたから全部。俺は初めて答えと、私はまっちゃんでございますって。
LINE 交換しましょ以上、終わり。いう。はい。やー、でも、それは間違ってない銀よ。行の支店長、口ぽっかーみたいな。まあねー。まあ、俺もなんか最近なんか、名刺って言って遊び名刺になってますからね。女の子、可愛い女の子描いてさ、アニメのキャラクターを渡してますからね、最近。今の時、名刺なんか渡す人おるみたいな感じ。いや、まあ、みんそうなだもね。みんな持ってますからね。あとね、電子名刺っていうのを皆さんね、LINE でええよ、LINE で。あらま、いち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 、紙あんなもん配らんでも。だから俺、電子名刺にしてますよ、最近。だから、友達に LINE 交換すると QRL を読み込ませるのめんどくさいじゃないですか。だから、電子名刺みたいなチップがあって、それを携帯に叩くとできるんですよ。めっちゃ便だ利かですよ。ら俺、あれやで、初対面の人に、あんまりその何々さんって呼んだことないからな。なんて読むの？いきなりなんか呼び捨てとか、あだ名つけるかと思う。まあでもそうですよね。なんか、この常識すら知らず捨ててみたいな。いや、常識してたら成功するんだろうと思っちゃうし、なんかみんなと同じくしてたら絶対覚えてもらえないしだね。から、まあ確かに、なんやこいつと思ってる人はおるやろけど、中にはな。まあそれも俺の中では気にならない状態なんで、まあそれはええんやけど、あいちゃんな。ただその波動でいくから、相手も軽いんですよ。ああ、もうそれでいいのね、こいつって。そんな感そうじね、で。ハードが低くなりガチで少なくなりますね。もうこいつにはこれでいいんやと。そういう話なんですよ。な。わかる、すごいわかる。ね。わかる、改めてわかる、それは。ってことだね。腑に落ちるわ。例えば女性の人でな、女性で、なんでもええわ、まゆみちゃんっていう人があったでしょうか、まゆみさん。なんでもええわな、山田まゆみさんでしょうか。普通だったよな、最初初対面やったら、山田さんお元気ですかみたいな感じやけど、俺は初めて顔を見たやつに、まゆみちゃん元気みたいな。まゆみちゃんは、私、旦那にもまゆみちゃんって言われたことないわ、みたいな。あいちゃん、無視してんのかよ。ちょっと、まゆみさんと言われてポカーンとしちゃってます。まゆみさんと言われてポカーンとしてます。まあそんな感じでええわけよ、結局は。それぐらいの波動で。いや、だってもう、まゆみちゃんって言ってる時点で、浮気かなと思っちゃいました。本当にもう。え？浮気かなと思いましたよ。まあそういう、なんちゅうんかな、もうその程度でいい。何に関してもですよ。何事に関しても。まあね、そうね。それは何事に関してもそうだね。それはわかりますよ。だから、かくかくしかじか、めんどくさい前振りなくて、さっさと本文に入れる。話の内容が。まあ、そうすると、やることやれってことですよ。そういういこと。や、さっさと本筋に入れる。ほんで、なんていうか、ある程度本音を語り合えるっていう状況に変だわからる。ね、あれなんだよね、前置きが長い人多いよね。そ前置きが、結論う。言えお例え前みば、あたれいや、な。ほら、電話かかってくるやんか。お忙しいところ申し訳ございませんって言うやん。忙しいとこじゃ書けんなって俺、ブチって切るからな。だから結局、結論から先ゲット。いや、結論を言って、でも違いますよ。で、その後仲良くなれば意外とうまくいくから。お忙しいところ申し訳ございません。お時間大丈夫でしょうかって言ういからら。ない、ダメ。忙しい、ダメ。思ってんやと電話してくんなっていそれだったら、そましになりたいんですけどって聞いて、お前何って感じだよね。その方がね。だから、それやとそんな面倒くさいこと言わんとな。パッと電話かかってきてな。もう最初に言ってくれ、30秒で終わるから聞いてくれと。そうすると話やろ？ああ、30秒我慢するわと。はいべ。本当ですよね。で、結論からパッって言ってくれた。10秒、20秒で言うと、ああ、それやったらもうちょっと聞くわってなんねんけど、どうでもええことを言われる、最初。そうね、で、本最後当結そうで論す出よてきたとき、ね。なんやそれみたいな話。要はない？こんな感じ。わかる。聞くんじゃなかったみたいな。わかる、時間泥棒ね、みたいな。それわかる。だから、一事が万事、そういうことですよ。常識的なもんとかな。世の中こうしなあきません、みたいな。おかしいやろってこと多いやろ、大体。いや、当たり前にね、依存してる人は多いよ。すべてに対して。これだったら人様ないに、もこれだったら人様には失礼はないだろうって、本人はビジネスマナーとか学んで思い込んでんねんけど、ん。意外失礼なんで、それが。失礼であったり、当たり障りないから、面白くない？おもろくはないな。なあ、いきなり呼び捨てするやつが怒るやろ。インパクトあって。おもろい、思うか？特にそこら辺の社長さん、銀行の支店長とか、呼び捨てなんてされへんわけでしょ、誰にも。そうですだかね。ら俺がやったんねん。お前。なるほどな。
なるほっどていうのが出な。てる。え？なるほどな。おもろいな。すげえのな。方がインパクトあってええでしょ。こいつなんやと思うでしょ。いや、思うよ、本当に。え？いや、本当に思います。そうだよ要ね。はなんか二極化の話やの、全然違う話やってんねんけど、ええんかな、これ。いい全ですく違よ。う話やってんねんいけや、でど。も、結局でも、二極化の本質ってここじゃないですか。そ結局、二極化って言うけど、二極化の結果、人間関係の付き合い方も変わるし、う。結果うん。的にどうなるかって、その後の自分の生き方も変わるじゃないですか。そう、だから人生の最大のテーマって僕、やっぱり死だと思ってるから、生き方だと思うわけですよ。どうやって生きだからいつも言ってるように、周りを変えるのは自分なんだよね、結局は。そうね。だから結局自分に回ってくるんでね、その、もう自分そうの態ね。度がそうやったらそうなるんですよ。なる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 。うん。で、自分が山田でございますって言っとった山田でございますになるわけよ。みんなが俺だから仲間になってくれっていうだけでみんなが仲間になってくれるんですよ。だから、すごくなんか漫画で言う、なんかワンピースのルフィと同じですよね。やっぱり結論は。あれすごくその二極化の象徴だなと思いますよ。まっちゃわかんないと思いますけど。まあだから分かりやすいとはもうちょっと素直になれって話ですよ。まあね。素直になって、まあね。子供の感じ？まあね。子供の感じがいいよ、やっほんぱみと。んなね、プライドが多すぎ。だから、うん。遊びに行けへんみたいな。いきなり最初だだよ。からない。だから俺ね、思うんだけど、AI 業界一緒だよ、お前。パソコンから離れようよと思うもん。遊びに行けへんって、何して遊ぶんですかって言われたら、いや、海水浴行こうみたいな。潮干狩り行こうとかな。これ普通になんか、ゆっくりグアムあたり行って一週間のんびり寝ていたいですけどね。もうなあ、もうちょっと子供にならないよ、本当。うん。いいそでれしがょう一番ね。話早いですよ、今回は、これ。この大無理転でし換ょうね。は。子供になんないでしょうね。うん。みんなが世の中子供になったら面白いぞ、世の中。いやー、みんなね、変に中途半端な大人になって、本当の大人の人は子供だからね。うん。だから、まあ、体あ大きいし、見た目はおっさんやけど、中身子供みたいなやつがいっぱいあったらおもろいと思うぞ、ほんま。あ。そういう人たち成功者多いですよ。本当に。だっ何でて、も。おかしいですもん。平気で。いや、あなた子供だなって思う行動を起こしますからね。でもですよ。でもですよ。たみだたいね、な話ですよ。集中力があるんですよ。うん。子供っぽい人って。あ、ごめん。俺もそうだ。あ、すごいんですよ、集中力はな。まあ、一個のことにこうなっちゃいますからね。まあでも、我を忘れるというか、何もかも忘れてそこ行ってまうから。だから周り見えないですよ。だから周り見えないうん。から、怒られますもん、よく。お前、周り見ろと。それを言われまあ、ますそよ。れでいいんですよ。そんなな、変だな。もう変なもん、なんか変なもんにとらわれてるよりな。そう、それはよく言われますね。なんか、まあでも楽しいっすよ。やっぱり。うああ、ん。い今日はなんかようわからない話になってんな、これ。や、でも、本質だからいいじゃないですか。もう、今回のタイトル、また富裕層ってキーワードで言われますから。加えて。富裕層が語るですね、二極化の真理みたいな言い方です。なんで言う。それ好きなん、そのワードみんな。いや、ね、二極、だからね、やっぱりお金持ちイコール富裕層っていう言葉がみんな反応いいんですよ。で、言っ反応たいいら、の。反応いいキー反ワ応ード。いいんやったら入れといてあげなしゃあないよな。そう、富裕層でくっついてきた。富裕層ってことは、少なくとも、その言葉を知ってるから、敷居は高いんですよ。富裕ああ。層ってキーワードを普通の人は使わないから。で、富裕層って言葉は、いわゆる富裕層ビジネスだったりとか、お金持ってる人ってことの勉強してる人は富裕層って言葉を使うんですよ、意外と。だから、そこがレッテルなんですよ。お金っていうと、要は、申し訳ないけど、ちょっとレベルが低い人が言う言葉。あお金と富裕層って使い方って若干難しいじゃないですか、富裕層の言い方って。であ。も、僕、どこで富裕層を学んだっていうと、ここですからね。まっちゃんから、お前は富裕層ターゲットにビジネスしないとダメなんだよって怒られたじゃないですか。それです、なるほどな。それです。そう、そこだから俺最近、富裕層向けのビジネスに変えました。やり方としては変わったから。まあ、だから、いろんな意味で、まあ、その経済的なものだけじゃなくて、その生き方とか、まあ、生き方っていうのはつまり考え方やからな。考え方、そうで、です考ね。え方っていうのはつまり何なのかって言ったら自分のその魂を磨くってことになってくるそうね。です。魂ので、そのね。魂を磨かれたらどうなんのって言ったら、今度波動が変わってくるんですよ。ああ、変わるねうん。で、波動が変わってくるってどうなんのって言ったら、ー。変わるなんねかいっぱいいろんなものがいっぱい寄ってくるんですよ。ー。そうねいい方向に回転していく、螺旋がな。ー。うん。で、いい方に回転していればどうなんのって言ったら、経済的にも、こう、経済的にじゃないし、心が豊かになる。でも、で、それまたやり続けたらどうなるのって言ったら、永遠にそのループがこう、ぐーって、こう、螺旋のようにループが。
登っていくみたいな。はいはい。で、そういう人たちが今度こう付き合いしていくと、もっと大きいものが出来上がってくそうる。ね。結局は、なんだろうな。やっぱりそういう構造だよね。やっぱりね。そういうことになってる心ん理ですだよよ。ね。全てが心理だよ。やっぱり。だから、じゃあ端的にもっと俗っぽく分かりやすいったら、どういう時代なんて言われると、縁を紡ぐっていう時代なんですよ、今。ご縁をね。ご縁なんですよ、今、一番大事なのは。で、だからまあ、それは、たまたま会った人とか、いろんなことあんねんけど、結局は行動せない何も始まらんから。行動して、失敗して、また自分で前進んで直しただて、また。まあ、一つのつながりとして、こういうその YouTube やったり、こういうもんも、これも縁の問題なんで、結局は。結局ご縁で。だって、まっちゃんと出会ったのはご縁ですからね。たまたまなんか開いた変なおっさんの人が見とったみたいな人もおるわけでしょ？でもこれ、それたはまたまもだって、う、奥様と会って、たまたままっちゃんと会ってるからね。本当、そそれれも縁っはていうことにな縁っだてよるね。んでご縁ね。ですよ。あとはそれをどういうふうにしていくかっていうのはもう自分次第になってくるんだな。半か。だから、全部を自分で作れるというか、自分で自分で、自分でな、自分、自分で全てを作れるんだっていう意識持っていったら、変わるよ、本当に。100%変わりますね。こんな面白いもんはないなってなってくるんでね。面白いです。そういう時代ですからな、これ。そうですね。7個は大きいものにぶら下がるとか、なんていうか、ぎゅっとタコツボの中、俺ら時代じゃないんでね、もう崩れていくから、そんなもんは。そうですね。今まで信用してたっていうか、絶対崩れようがないやろと思ってたものが、夢物語みたいなでっかいものがガタガタ音立てて崩れていくからな、さっき言った世界的にもその流れなんやから、そうですどね。こもかしくもそれが起こるんですよ。で、最終的に世の中を変えるのは何なんかって人の心なんですよ、最後は。最後は人のそれは心。どの歴史も証明してるじゃないですか。結局、ここじゃない最です後か。は人々の心が変えていくんですよ、世のだって中をね。心は誰にも救えないから。それが今、大転換を起こし出してきたと。これは面白いぞおもろと。いな。いや、多分富士山、本当起こすんじゃからびっくりして。富士山もびっくりみたい楽しみですね。な。富士山も、私もびっくりしましたって、わーって噴火起こすかもわかんない、多分。楽しいわ、本当に。よしよしよし。まあ、そういう時代なんやけど、もうちょっと空いて、あと5分ぐらいあるから、なんか喋って。はあ、5分ぐらいですか。そうですね。もう今日やな、今日俺一人喋ったから。今日のまとめを言いましょうか、僕が。今日のまとめは結論、究極論はやっぱ心だというところだなに落ち着きましたけど、結局、二極化だろうが何だろうが、根本的には人の行動だったりとか、なんですかね、状況次第で変わるということですね。なんで行動して、気づいて、で、自分を変えようとして、で、自分に向き合って、で、やればですね、人生はもっと豊かになるなというふうに思いますので、まずはですね、行動から変えていきましょうねっていうのが今日の、終着点でございます。で、二極化しないとですね、最終的にやっぱり連れていきますので、なるべくね、皆さんこの YouTube 全部見ていただいて、チャンネル登録もしていただいて、まあ、ぜひですね、コメントもしていただいて、皆さんにお知らせいただければと思います。あと、そうそう、釣りの仲間も募集中ですので、下の URL も見てください。何以やそ上れ、でございます。漫才師みたいなコメントいいじゃないですか、俺も、そう、もういいじゃないですか、漫才師のコメントで。まあ、本当ね、縁を紡ぐっていう時代になってくるんだな。で、この縁がまた縁を呼んでくる。ちなみに、縁って僕の中で一瞬ですからね。ほんと、たった1秒、2秒の時間軸で決まりますね。で、その縁がまた縁を呼んでくる。そのループ、そういう感じになってくるんだね、これ。それが大きな力になっていくからな。結局、今いる目の前の人のつながりの背景の後ろの人のことを意識すると、絶対変わると思います。それは常に僕も、それは意識してる。本当に。目の前の、人の後ろから、まっちゃんの後ろにいる人脈は僕をこうやって、だ絶から対変何わらない。回今日さ、俺今日最後また言うけどな。ありがとうございます。何を持っとったって、マネー持っとったってな。結局、寂しい人もいっぱいおるし、評価されない人もおるし、な、卑屈な人もおるわけですよ。でね、人っていうのは結局求めてるもんっていうのは、何なんかやったら魂ですから。でね、じゃあ何でも俗っぽく言うと分かりやすいと、評価されたいっていうふうに思ってるんですよ、人っていうのは。何かに人を助けてありがとうと思われたいとかな、まあ、思われたいないけど、そういう気持ちでお互いいたいね、みたいな。そこが元でなってるからな、喜びっていうふうに。そこへ帰るってことですから、今回は。今日はなんか久しぶりになんかええ話になったぞ、みたいな。ありましたね。じゃあ、この再生数はどうなるか。いい話の時ほど再生数は低いかもしれない。わかんない。まあそんな感じで、はい。本当にありがとうございました。また来週もお願いします。はい、お願いします。じゃあ、失礼します。